はい、どうも皆さんこんにちは、石山です。待ちに待った B リーグももう開幕して1ヶ月が経って、全チーム10試合ずつ消化したということで、一旦順位やスタッツを振り返って今の B リーグの状況を復習しておきましょう。まずは東地区、西地区、各地区の順位表を見ながら、特にこれはというチームの話をした後、スタッツリーダーについて話していきたいと思います。それでは早速東地区からいきましょう。東地区現在1位はご覧の通り9勝1敗で宇都宮ブレックスとなっています。まさに1位の名に恥じない盤石の強さを誇っていて、日本人選手、外国籍選手、帰化選手と今の B リーグで上位に行くための必要な要素が全て詰まっているのがこのチームです。主力選手に怪我さえなければ、このままの調子で東地区1位を突き進んでいくんじゃないでしょうか。そして2位タイは千葉、川崎と並んで富山が登場してきました。なかなかシーズンが始まる前に富山がこの位置にいることを予想している人はいなかったんじゃないでしょうか。こういうことが起きるからこそスポーツ観戦は面白いんですが、まだ富山を手放しで褒めるのは早いというのが石山的観測で、11月から始まっていく東4強と呼ばれるチームとの対戦で結果を残してこそ、やっと強いチームと言えるんじゃないでしょうか。そしてその下に東京、秋田と来て渋谷がこの位置にいます。正直昨シーズンからほとんどメンバーが変わっていない、かつ昨シーズンの結果から言ってこの位置は低いというのが大方の見方なんですが、実は少しこれもからくりがあるんです。というのも渋谷はここまでの10試合中4試合を僅差で落としていて、その一つの要因となっているのがフリースロー確率です。大差をつけて勝つ試合であればそこまで響いてこないフリースロー確率なんですが、1点を争う試合ではフリースローが入るかどうかだけで攻め方や焦りが変わってくるので、かなり重要になってくるんです。渋谷はそのフリースロー確率がリーグワースト5位となっていて 70% を切ってしまっているんです。 B リーグ界隈では渋谷は時の運で接戦を落としているだけで自力はあると言われているんですが、実は爪が甘くて勝てる試合を落としているのかもしれません。ただこれは一説というだけで、僕も渋谷は基本的には強いと思っているので、あくまで一つの要因ぐらいに思っていてください。そしてその下に北海道なんですが、はい、ハプムール選手が怪我から復帰してやっとロスターがうまく回せるようになったと思うので、ここから本領発揮といきたいところでしょうか。お次は西地区について語っていきたいと思うんですが、こっちは下馬評通りといえば下馬評通り、上から琉球、三河、名古屋となっています。ただその中でも琉球は怪我人が続出の中でこの順位ということで、かなり実力が高いことが伺えます。ここに怪我で離脱しているキム・ティリ選手、エヴァンス選手、フニュー選手が帰ってくると、どこからでも誰からでも点数の取れる恐怖のチームが完成して、一気に西地区独走体制に入ってしまう可能性もあります。そしてその琉球への対抗馬として三河と並ぶ名古屋はというと、前節でやっとライオンズ選手が合流出場したということで、ここまでは助走段階だったという感じでしょうか。そして4位につけている島根も侮れないチームです。東地区では今シーズン結構ポピュラーな戦術になりつつある帰化選手と外国籍選手を同時に出場させるビッグラインナップをうまく使いこなしているチームとなっています。ただ強そうなチームにことごとく負けてしまっているので、上位進出は難しいのかと思われる節はあるので、なんとも言い難いところです。そして一つ飛ばして上がってきそうで上がってこない大阪エベッサです。10試合を消化してまだチグハグ感が払拭できていません。島根と一緒で帰化選手がいることを生かしてのビッグラインナップを採用したかったんですが、ハレルソン選手の不調もあってなかなかコートを広く使えず苦戦している印象でした。テニチヘッドコーチがいないこともある程度影響しているのかなといった10月の大阪でした。西地区には下位にはいるものの、信州や三重などの勝ち星に恵まれていないだけだろうなというチームもいるので、まだまだどのチームが上がってくるかわからないと思います。それではスタッツの方を振り返っていきましょう。まずは得点ランキングからです。マブンガ、ガードナー選手を差し置いてメイヨ選手が周囲に君臨しています。北海道のチーム状況的にメイヨ選手はインサイドを一人で担っていたので、そういったところも関係しているかもしれませんが、それでも昨シーズンからのメイヨ選手の躍進は目を見張るものがあると思います。そして試合数の関係でランキング内には入ってきていないんですが、京都のライス選手が 26.8 得点、サイモン選手が 25.3 得点、三遠のステバン選手が26得点となっているので、この得点ランキングももう少し試合数が進めば一気に違うラインナップになってくるかもしれません。20位以内の日本人選手は金丸選手、宇都選手、前田選手の3人となっているので、
ここにもう少し日本人選手が絡んできてほしいところだと思います。次にアシスト数ですが、ここでは上位に多くの日本人選手がいるので石山的には嬉しいランキングとなっています。特に今1位の伊藤選手は今シーズン自らも得点を取りに行くシーンが増えたことによって、むしろそれがアシスト数の増加につながっています。実際伊藤選手がチームをコントロールしているかそうでないかでかなりチームの完成度が変わってくるので、ぜひ注目してみてください。ただ伊藤選手以上に驚異的なのがこのすぐ下にいる宇都選手とマブンガ選手です。リーグ最高レベルのアシスト数を供給できる選手が2人もいる。それもその2人ともがリーグ20位以内の得点力を持っているとなると、皆さんお分かりですね。そう、止められません。富山は3ポイントが得意な選手もいれば、ソロモン選手はスミス選手のようにインサイドの合わせが異常なほどに強力な選手もいるので、これほどオフェンスに特化しているチームはないと言ってもいいんじゃないでしょうか。そして最後にリバウンドです。スティールとかブロックの話もしてもいいんですが、あまりに話が広がりそうにないのでカット。ということでリバウンドランキングですが、やっぱりクーリー選手です。2位にエチェリケ選手もいるんですが、この琉球の数試合を見た人ならわかるでしょう。クーリーは化け物です。もちろんいい意味ですが、オフェンスリバウンドが 5.4 個とリーグトップで、なかなかクーリー選手を追い抜くことは難しいんじゃないでしょうか。一人このランキングに参戦しそうな人で言うと、これまた富山のソロモン選手で、三河戦では25リバウンドを記録したこともあって、現在平均15リバウンド超えとなっています。ただこれはスミス選手の兼ね合いで落ち着いてくると思うんですが、一体どうなるでしょうか。ということで今回は10月総復習ということで話してきました。11月は日本代表の戦いがあるので試合数は少ないんですが、その中でも動画出していこうと思うので、チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、石山ながらバスケットボールチャンネル、普段は B リーグについて解説、日本バスケ界についての動画などを上げております。今回の動画が参考になった面白かったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。